はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。暑いですね。まだね、千代田区31度ですって。この部屋ね、29度ぐらいですね。今ちょっとね、お出かけをしてきましてですね、チャリンコでペッペッと行ってきたんですけど、やっぱり暑いですね。もうこの時間で大丈夫かなと思ったんですけどね、やっぱ暑かった。さて、ヤフーニュースにこんなん出てまして、海外勢に買われる高額物件、京都の姿から見える日本という国の安さというタイトルになりました。京都新聞ですね。これは今日の朝の10時31分配信。コメントが296。まあまあそれくらいですかね、関心としてはね。金閣寺に近い京町屋風の宿、駅地下の投資用マンション、中華圏の投資家が利用する日本の不動産情報アプリ新秒産を開くと数千万円から1億円超の値段がついた京都市内の物件がずらりと並ぶ。そんなサイトあるんですね。今度見てみよう。スマートフォンを片手に海の向こうで品定めをしているのは、不動産バブルなどを背景に資産を築いた30から40代の中国人が多い。上海などと比べて割安な日本の物件に長期運用目的で、投資、多くは借り入れなしの一括購入で来日せず契約を済ます人もいるという。あのね、借り入れってね、基本的に外国人の場合は難しいでしょうね。金融機関、普通の銀行はね、日本に法人を築いてですね、持って法人を作って何年間か実績があれば、まあ借り入れができる場合もありますけども、いきなりやってきた外国人はちょっと無理ですから、キャッシュ持ってきてもらわなきゃならないですね。驚くべき金銭感覚に感じるが、運営企業社長で、上海出身の張傑氏33、若いね。中国の都市では1億円の不動産を持つことは珍しくない。日本人から富裕層だと思われている人は実は中間層だと率直に話す。まあそうですね、日本でも1億円の物件買う人は中間層ですね。中国以外の海外資本も投資意欲が旺盛で、対象は一等地の大型物件にも及ぶ。どうか逆にそういうのではないと難しいような気がしますよ。JR と京都駅に近いリーガロワイロイヤルホテル京都や都ホテル京都八条はすでに米国投資ファンドのグループが取得し、日本企業は運営を自宅する格好。ザ・プリンス京都宝ヶ池過去左京区も今年シンガポールのファンドへの売却方針が決まったと。減少の一とたどる京町屋もこの10年ほどで別荘や投資先として外国人に買われるケースが増えた。老朽化した町屋に巨額の投資を呼び込み再生させる中国系企業もある。市内のある不動産業者は、元の持ち主が居住して京町屋の文化を引き継いでいくのが一番だが、インバウンドブームで多くの建物が救われたことも事実だとつぶやいた。地元の若者がローンを組んでも手を出せない住宅や企業が手放した高額物件を、海外勢が買っていく。こんな京都の姿から見えてくるのは約30年にわたってうにゃうにゃと。いいか、日本が貧乏になってるという話が京都新聞は書いてるわけですね。この辺はもう知らないから、もう、行きましょう。この辺でやめときます。これ貼っときますね。これをね、読んでね、非常に危ういなという気がするんですよ。京都が中国に買われるという危うさではないんですよ、別にそれは。なんて言いますか、不動産というのはね、買ったはいいですけど、回さなね、金食い虫だけなんですよね。お金かかるだけなんですね。なんで、回さないかんわけですよ。で、駅前のリーガルワイヤルとかですね、ロイヤルとか、そういうホテルね、八坂八条ですか。そんなんをね、ファンドが買って運営を、なんていうか、日本の運営会社がやるって言うんであれば、まあ、それは分かりやすいんですけど、町屋をね、京町屋をね、例えば中国系の企業を買ってね、どうすんのって言うんですかね。あんなんね、見てる分にはね、いいかも分かりませんけども、中、そんなんね、日本家屋ですよ。ほいで、あ
れ夏は暑いし冬寒いしね、それ宿泊施設にするには相当手をかけなあかんわけですよ。そんな居心地のええもんちゃいますよ、あれはっきり言うて、ね、風情はありますけどね。でそこで何かするにしてもね、まあまあ手がかかるわけですよ、でそんなんね、中国の人にそんなノウハウがあると思えないわけですね。要はペイする、例えば町屋をね2億3億で買うなら構いませんよ、ね、買っていただければね、ええやんええやんと売ったらいいの、そんなもんいくらでもと思いますけど、買うた方はどうするんでしょうね。あの今盛んにね町屋をね買って、まあ、20戸30戸のマンション、あるいは10何戸なんてマンション、町屋あの辺できてるんですよ、大須の周辺に。まあそれはそれでねマンション売れば元取れるんですけど、そんなねその中途半端なね投資用マンションとかで買ってもね回んのと思うんですね。あの京都ねホテル余ってますよ、はっきり言って。あの皆さんね京都旅行をしようと思ったら京都当然あのネットで調べるでしょ、宿泊むちゃくちゃ安いですよ。5、6千円あれば普通のホテル泊まりますよ、そんなところにやってきてね、その町屋を改造して宿泊させるなんかするにしても、あの回るんかということですね。そこでなんか店屋やるにしてもですね、そのテナントがうまく入るんかということですね。いやだからそんなねお金があるからって言ってね買ってどうにかなるという問題かと思うんですよ。いやだから甘く見てるんちゃうかなという気はしますね。まああの実は2000年丸々年代ですね、日本にわーっと海外のファンドが入ってきて、不動産買い漁ったんですね。あの時はビルであったりオフィスビルであったりマンション一棟であったりそういうのをガサーガサーと買っていったんです。ですぐにリーマンショックになってですね、わっとこう世界的にこう金融が回らなくなって綺麗に、あのあれ逃げていきましたね。海外の、ね、人ってその別に中国もあの青い目の連中もですねあれなんですよ、その愛着というものはないですから、日本の不動産にあかんだったらバッと打って逃げていくんですよ。まあねそれでまあ売れればいいんですけどね、そのはっきり言って京町屋ってね買うてそのまま使うってそれは至難の技ですよ。何をどう考えてるのか知りませんけど、一億円安い安いって買うてくれたらもう買うてくれたらええねん、それほんまにどんどん買うたらええねん、いやそれはいい子だと思いますよ。だってそれ売る人は大体京都人ですからね、売ったらええねんと思いますけど、あのどうするんでしょうね。こんな下手なブームがあるとね、その後ね、そのブームが終わった時にね、どないするんやろって。で、確かにね、もうすぐね、コロナ終わるんでね、インバウンド戻ってくるんですけど、あの、戻ってくるにしても非常にね、前とは違うんですね。中国今景気悪いんで、昔みたいにドドドドドッと年間ですね、あの、1000万人も、中国から人が来るというような時代に戻るにはあと何年もかかりますよ。で今無用な出国はすんなって言ってるわけですよ。でゼロコロナっていうのは入ってくるのを抑えるだけじゃなくて、中国人がむやみに出たり入ったりするのも抑えるわけですよ。ですから昔みたいにその中国から期待できないわけですね。でお隣さんはですね、あのもうすぐビザなし協定が復活すればですね戻ってくる可能性あるんですけど、今後ねその、3年前に例のですね日本が輸出管理の強化というのを行ったやったらですね、いきなりうわーっと燃え上がってボイコットや日本なんか行ったらへんって言うたでしょ。ああいうことはですね、実はこれからあの日本と野田さんのこう関係を見ていくとですね、いくつも起こりそうなんですよ、実は。実はいくつも起こりそう ですぐにまた燃え上がるでしょう。ボイコットや行ったらへんって。となるとですね、あのワンツーのお隣さんと中国からあんまり期待できないんですよ、多分。あのまあ、お隣さんはね、まあ一時復活するかもしれないけど、あの人はあんまりお金使いませんからね。で中国も昔ほど金持っちゃいますよ、はっきり言うて、でだからそんなこんな動きはあるかも分かりませんけど、これ一部であってね、で世を変えるなと思うのはあれなんです、中国からお金持ち出せないんですよ今。だからなんかずるいことをやってですね、持ち出したお金をこっちへ回してくるはずなんですよ。まあだからね、こう一時の現象を見てね上ついていてもですね、どうやって回収するんだろう、どうやって回すんだろうと。
東南アジアもですね、台湾も、ね、来てくれますけどね、日本にね。でも今年後半、もうすぐ後半ですけども、世界的な不況になるのはほぼほぼ見えているわけであって、そんなね、中長期で言うてもね、回収、最終的に回収できるのって10年ぐらいいるかも、10年以上かかるかも分かりませんし、まあ、その間売れたらいいですけどね、途中で、でもそんな、そういう場面が来るんかなという気がしますけどね、だから非常にそっち名方面で危うい。今一時ブームでね、わーっとこう買うてくれはっても、ええー、あかんやんだったら、またわーっと売られるわけですよね。まあええけど、別にもう僕らが損するわけちゃいますからね。はい。ということで、このヤフーのサイト貼っておきますんで、ご興味ある方は見てみてください。はい、どうもありがとうございます。